始めました。スタデューバレー。はい。やっていきたいと思うんですが、はい、今設定をしている途中なんです。はい。僕はまだ他の画面を見てます。はい。それがちょっと設定の操作がわからなすぎて今ちょこちょこやってます。はい。コープ、このゲームコープやりたいんですけど、2人でやりたいんですけど、まだ僕は全然違うタイトル画面をずっと見てます。で、一応これで OK 押せばいけるかなっていう感じなんですけど、はい、今待ってますよ。 OK 押しました。で、なぜか何かが始まりました。ストーリーが しばらく僕は待ってます。わしの可愛い孫よ。おじいさんが何か言ってます。いいよ、そっち。この手紙を持っていてくれないか。おじいさんの声できないな俺。なんかもらった手紙、なんかぶん投げられた。いやいや、まだ読んではいけないよ。いい感じですよ。よく聞いておくれ。喉が死ぬ。いつかお前が大人になって世の中に出た時。これ今の俺に対して言ってるのかな。子供の時のこれ。いいですよ、どんどん進めちゃって。どうしようもない生きにくさを感じることがあるかもしれない。うん、あるある、よくあるよ。フルボイスになってきたね。お前の心がその輝きまで失ってしまいそうな時、この手紙を読むんだよ。はい。おじいちゃん死んだ。それじゃあおやすみ。やめろよ。本当に死ぬの。XX 年後作業。ジョジャで働いてる。ジョジャで働いてる俺今。成長あるのみっていうところで。ジョジャといつでもスマイル。うわ、やばい、これやばいところかもしんない、ここ。俺だ、これ、これ俺だ、絶対これだ。俺寝てんだけど。俺なんか、なんか涙流してんのかな、汗かいてんのかな、これ何してんだよこれ。何これすんの。これってコントローラーでもできるんですよね。できますよ。コントローラーでできなくないですか。俺今コントローラー今しようとしてるんですけど、こっちはまだタイトル画面しか見えてないですけど、十字キーでとりあえず動きますよ。あ、十字キーか。あ、ていうかね、普通にキーでも動く。動かんから一旦俺はマウスでやります。かわいい色替え。これを読んでいるということは日々の暮らしを会いたいと願っているのだろう。ずっと昔おじいちゃんも同じことを考えた。生きる上で一番大切な人とのつながり、自然との関わりを見失ってしまったんだ。だから全てを捨てて本当の居場所に移り住むことにした。その場所の権利書を同封しておいたよ。あそこは死神牧場。やばいところだ。絶対それおかしいだろ。死神牧場。誰だよ死神牧場って。おじいちゃんの誇りと喜びそのものだ。場所はなんか、ちょっと待って。死神牧場はおかしいだろ。タジューバレーだ。新しい人生を始めるには最高の場所だよ。絶対に違うと思う。今一番大切な宝物をお前に譲ろう。幸せになりなさい。おじいちゃんより愛を込めて追伸。ルイズさんがまだで元気だったらよろしく伝えておくれ。いい話っぽいんだけどな。そう、いい話なんだけど。死神牧場ってお前がつけたんだよ。いや、あなたはマッチプレイヤーゲームのホストですって書いてあるから多分入れるっぽいっすよ。今もどうやって入るんだろう。CEO のやつ一回コープ押してもらって。なんかありません、ね、俺ランゲームに参加と招待コードを入力って書いてある。招待コードか。招待コードか。ちょっと俺はどうやって招待コード送れるんですか。招待コード。スタデューバレーまで 0.8km。 音でかでかいっすよね。今ねタイトルから初めて入ったんですけど、静かな音楽なんだけどロガさんの声をかき消すぐらいでかい。こんにちは。あ、違う、これおじいちゃんじゃなかった。こんにちは、あなたがロガだね。私はロビン、地元の大工だよ。ルイス町長からあなたを新しい家まで案内するように言われたんだ。
蝶々はここに来てないけど、あなたの到着のためにいろいろ準備してくれてるからね。牧場はすぐそこだよ。案内するからついてきて。死神牧場だからな。ちょっとやだ。ショッターコードくれ。いや違う、ちょっと待って、なんかストーリー始まってる。もはやこの静かな音楽でロガサの声をかき消されるそうが高音が、ね、すごいね。ここが死神牧場だよ。やだな、死神牧場すげえ荒れてるよ。うん、後でそしたら見るよ。どうしたの？そうだね、ちょぴっとちょっと待って、ちょぴっとじゃないぞこれ。このごちゃごちゃの下にはすごいいい土があるんだよ。まあちょっと手入れして片付ければすぐ綺麗になるって。え、これいつなったらストーリー終わんのこれ。そげなこと言われても。さあこれからあなたの新しい家だ。あ、さあこれが、これがか、これが、おお、なんか出てきた変な手話。あ、ルイスって確かさっきなんかあれだったな。あ、君が新しい牧場主だな。俺リーゼントなのやばいな。ようこそ、私はルイス・ペリカン、タウンの市長だ、あ、町長だ。いやー、みんなから君のことを聞いてかれ、ん？聞いてかれ、ん？聞かれるよ。新しく人が引っ越してくるの、引っ越してくる、なんか、引っ越し、なんかもうちょっと感じあったような日。引っ越してくるなんて、ここでは。見えない。そうない、そうないからね。ちょっとした大イベントだよ。さて、ここが君のおじいさんが昔住んでいた小屋だよ。いい家だよ。とても、田舎らしいだろ？うん。めっちゃ田舎らしい。燃えそう、速攻で。田舎らしい？それを言うなら、田舎臭いの方がしっかりくるんじゃない？しっくりくるんじゃない？ほら！めっちゃ笑われたんだけど。あ？俺の家バカにされたんだけど。聞くんじゃない！ロガ、彼女は、ああやって不満を持たせて、君が彼女に増築を頼みたくなるよう仕向けているんだ。最悪な女じゃん。最低な女じゃん。むむむむ。まあそれはともかく長旅で疲れただろう。今日はもう休むといい。明日は少し町を歩き回ってみんなに自己紹介するといい。町のみんなも喜ぶだろうらしいです。すんだ、ちょっと忘れるとこだった。何か売りたいものがあったらその、え、まだまだらしい。どこ、なん、どこ、どこ入れておくれ。夜の間にわしが引き取っておくか。どこ、どこ、どこの話してる。じゃあ頑張ってな。どこ、ここ、ここか。え、開けない。お、うるさ、鶏うるせー、めっちゃ。え、なんかマウスって書いてあるから、あ、コントローラー設定でもできるようになった。ん、進んだ、進んだっちゃ進んだ。あ、なんか、パースニップの種を10個もらいました。ささやかな、まだっぽい。だからお前さんの第一歩を祝ってこれをあげよう。え、これキラさんのこと誘うときってどうすればいいんですか。なんか招待コード入力って書いてあるから、多分招待コードってやつを。どこで、わかんないけど。設定ってどうやって開くんだろう。まだなのかな、わかんないけど。あ、オプションかな。あ、設定、友達を招待ってあるわ。おっと、しかも招待したよ。あ、来た、ちょっと待って、これはこっちでいけるのか。あ、ボリュームできるわ、ここで。ゲームプレイ接続中になった。え、何、接続中長いな、これいけてんのかな。接続中すごい長いんだけど、そのワールド読んでるとか、うん、ああ、これもあるのかな。これマジ言ってんの？これでいいか。おっと、固まったぞ、今度は。大丈夫？わかんない、ずっと画面は接続中。あ、来た、死神牧場。よっしゃ、こっちからじゃあ、今ね、死神牧場が出たんで、ここから今から入って、はい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 、ここの今
っちも録画始めました。あ、オッケーです。ここはロガさんが住んでるらしい死神牧場らしいぞ。じゃあちょっとお邪魔してみようかな。よいしょ。あ、ん、あ、なんかね画面真っ暗になった。ロード中になった。あ、ここで、うん、自分のあれが性別がわかるんだ。ロガさんちなみに性別は男です。これあれでしょ、このゲーム男同士でもみたいなの言ってなかったっけ。男同士でもってどういうことですか。なんか結婚とかあるんじゃなかったっけ。これはなんか町の人たちじゃなかったっけ。あ、そういうこと、うん、あ、違う、こっちだ。町の人たちとなんか結婚するみたいな話じゃなかったっけ。わーい、え、日本語入れられないこれ。え、日本語、日本語入れられましたよ俺。あの下の方に左下にさ、なんか出ません、なんかチュ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 みたいな。これか、あ、はい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 、ここにか。日本語出ないけど、ちょっと俺視聴なんか回ってこいって言われたから回ってきますね。あ、いいよ、日本語出ないけどいいか。え、出ません、出ない。え、ちゃんとあれしました、あの半角全角のやつ。え、どういうこと。え、うん、押してる押してる、英語しか出ない。え、ローマ字に しました、ローマ字。あ、そういうこと。え、なんか誰もいないけどな、町出ないな、なんか変な。え、あ、町いた、いたわ。まあ、これでいいか。あら、ルイさんからあなたのことを聞いているわ、私はマーニよ。それだけ、これでいいか。なんだこの女、マーニ牧場飯、死神。いいじゃないですか、死神、おもろいじゃないですか。なにこれ、あ、色なの。あれ、オッケーできないよ、なんでだろう。あ、やべ、カマ切ろうとしてる。え、なんか、あ、これ、入らないのか。お気に入りのもの、これ、待って。え、これ、待って、持たないように設定しちゃう。さすがに不審者が入ってくると思われるの嫌だから。あ、いけた。え、入れないの。え、これ、なんか、どこにも人はあんまいないんだけど。寝てんのか。あ、これ何、なに、なしかけ。おっと。パースニップの種。ん15個。ささやかながらお前さんの第一歩を祝ってこれをあげよう。ルイス蝶々。まあ、とりあえず出てみます。あ、違う。お、こんにちは、私はペニー。ちょっと待って、え、なんか自己紹介しかされないんだけど、どうもこんにちはみたいなこと言われないんだけど。水道、下水道か。あ、そうと。今午前11時だって。ボケないんですか。え、ボケないんですか。ボケないんですが。え、ボケない？なんか、待って、全然わからん。お、なんか抜けた。こいつゴヤゴヤ捨てやがる。いや、捨ててないか。ん？ダメだ。え、ロガさん来たんだけどさ。うん。障害物が多くて家から出られないんだが。どういうこと？障害物？迎えに来て。オッケーオッケー、行く行く行く。マップとかないの？マップはね、どこなんだろうね。これなんだろう。あ、マップあるよ。どうやって？地図ってある。あ、キラさんいるわ。女じゃんキラさん。これどうやって引っこ抜いたり木切ったりするの？え、なんかあの下のなんか鎌とか？あるんだけど、これ使い方が分かりません。え、俺だとマウスでやってるから。オーフオーフ。え、待ってね。あ、R2 とかで R2、R3 で移動しません？あ、本当だ、移動はするけど。あ、天才か。で、四角で天才だな。やってくれますね。とりあえずうちの周りをきれいにしよう。でさ、ロガさんどこにいた？ちょっと待って、コントローラーにし、俺マウスにするわ。ここはまた君を見てないんだ。これこのゲームちょっとマウスの方がちょっと楽っぽい。ちょっとキラさんの方行きますね。うん。え、なんで場所分かってんの？え、あのマップで分かった。
マップってどうやって見んの？え、マップは、なんか、三角ボタンで多分そっちは出てきません。なんか、あの、なんか手持ちのやつ出てきません。なんか持ち物に。出た。で、上にさ、スキルとかソーシャル地図みたいな。あって、キラさん、います？これか。そう。何このモヒカン野郎。俺です。消えたけどパッて。あ、来た。え、なんで一瞬でワープした？え、今、ここに、ちょうど近くに来たから。多分これマップ移動あるんじゃないですか？え、さ。え、つか。どこにいる？ロガさんの家って遠いの？どこ？え、キラさんどこ？え、キラさんどこにいる？これ、大まかな？あ、いた。え、あれだ。あ、ほら。敵だ。俺の家ここなんだけどさ。うん。あれないけど俺。どこなの？俺隣。え、この家なの？うん、ほら。なんでこんな立派なの？え、待って、なんか入れないんだけど、どうやって入んのこれ。ほんとだ。入れない。え、俺も入れない、もしかして。え、どうやって入んの？出られたのに入れない。ああ、右クリックだ。え、右クリがない。え？あ、バッテンボタン。何言ってんだよ。ちょっと待って、危なかった、今。テレビあるし。あ、天気予報見ましょう。見れんの？コズ5へようこそ。天気、ニュース、エンタメ情報をお届けする最高の番組です。さて、明日の天気予報ですが、明日は一日中晴れになる見通しです。いろいろあるのね。占い見てみますか。おや、新しい視聴者が来てくれたようですね。若い男性が、これはスタディバレーからのようですね。どうぞいらっしゃい。今日は精霊たちがとても不機嫌ですね。全力であなたの邪魔をしたがっているみたいです。え？誰が？え、精霊だって、精霊。マジかよ。自然と暮らそうとの時間です。今日も皆さんにお得な情報をお届けしますよ。新人牧場主の君に一つアドバイスだ。ね、待って、これテレビだよな。もうね。テレビの。ファクトリオンやってるからね。もう。開拓してますよ。初めての収穫を待つ間は木を切ったり自然の巡りを集めたりしてお金を稼いでいこうよ。キヤさん、なんかさ、俺さ、違う、人に話しかけてこいって言われたんよ、全員に。キヤさん、それ農作業じゃなくて、多分そう、キヤさんもじゃない、これさすがに。どこどこ。え、こっちこっち、右マップがさ、右、うん、道沿いに来て、ここ。来た来た。ちょっとこれ加速装置欲しいよね。何やったお前。え、死神レドンだから俺カモ扱う。ほら。危ない。頭かち割られるって。あ、人いる。話すのどうやんだ。話すの右クリっぽい。これからもよろしく頼むよ。この町は町で石をやっているハービーです。ハービーです。なるほど、ね。あ、ここか、石って。え、鍵がかかっている。オープンは午前9時。後ろにいますよ。午後3時。後ろに、あ、入った。入った。焦げがかかってないって。あ、そっか。待って、午後何時までって書いてあった？午後3時までだってやってんの。なんかある。あ、キヤさん、なんかここになんか1年目って書いてある。何これ。あ、誕生日。誕生日か。あ、ヴィンセントの誕生日。パムの誕生日。あ、多分これあれじゃない？この誕生日に、女男に、プレゼント渡すとなんか好感度上がるみたいな。音楽変わったけど、なんか、あと暗くなってない？ちょっと、え、キヤさん、なんかさ、バッグ2000円すんだけど、大きなバックパック。おー、欲しいね。ヒールが店内にいる必要があります。あ、キヤさん、あの、なんでか分かったかも。右見て、午後7時30分だから、あの、ほら、田舎ってバチバチ早いじゃん。え？午後7時40分でしょ、もう。そう、午後、だから、田舎ってバチバチ早いの、寝るの。だから、みんないねえんだ。あ、寝るの、これも。寝るっぽいな。スケボー欲しい。そう、自転車欲しい。てかさ、夜通しこれ、働いたらどうなんだろう。わかんない。てか、我が家はどこ？こっち。こっちだっけ？うん、こっち。これ斜めと斜め。あ、こっちだって。俺はこれさ、不眠不休で働いたらどうなんだろう。あ、やってみる。どうなるんだろうね。あ、待って、俺なんか見たことあるけど分かんないな、忘れちゃったもん。ピッチピーってやつなの、それって。石ってさ、
どうやって壊すの？石はピッケル。あー、アイテムってこれ上限あんのかな？持てる。あ、なんか上限あるよ。だからあのさっきさ、あの見てみて、ま、あの、え、あそこ、どっかに売りに行くの？なんかさ、エネルギーなくなったっぽい。何の話？何の話してる？エネルギーって画面右下にバーがあんじゃん。うん、あれがなんか今震えたけど、ほら、え、俺寝ないとダメなのか。え、270分の256って書いてある。これ HP じゃないの？わかんない。これ減る？なんか震えてるぞ。あのほら、バッテ、何あれ、あのマークどうやって見るの？あ、ほんとだ、なんかね、減ってってる、どんどん。寝ようか。寝るか、さすがに寝た方がいいのか。おい、帰れ。これ同じようにやられるっぽいぞ。ハンダプレイヤーを待ってますって出てる。あ、一緒に寝ないとダメなのか。あ、これマイクラと同じじゃん。だったらマイクラわかんないんだ。おい、同じ朝迎えたってやばいって。今更だろ。そういえば今日は天気晴れらしいっすよ。そういえばなんか来てる。あ、明日は雨だって。手紙来てるよ、外に。そう、ありませんって言われたよ。ああ、こっちか。これ俺用なんか。あ、そうっぽい。や、どうも。釣りの旅からちょうど帰ってきたところだ。気が向いたら。え、どういうこと？誰？多分これ同じこと言ってない。あ、じゃあそうなんだ。じゃあ行きますか。海。ちょっと離れるとさ、見えなくなるから。もうええわ。カマにしとこう。俺死神だからさ。なんだそのファンキーな顔はよ。いいじゃん。田舎じゃねえだろ。だからほら、都会に憧れたけど田舎に帰ってきたやつらよ。入れ。え、てかどこ？海って。まず分かんないよ。マップ見て。マップでいいの？もしかして。川沿い歩けば大丈夫かな。川ってどこ？川が右にあるっぽい。なんだこれ。これ何これ。え、何これ。なんか、え、あるじゃん、こういうとこいいじゃん。鍵がかかってる。あ、オープンまで9時から8時だって。オープンってなんか店屋なのかな。ここら辺歩いてけばなんかあんじゃね。いろいろあんね。あ、ほら、なんかあるじゃん。足、あれ、スタックした。あ、できた。障害物がいっぱい。障害物がいっぱいあんだな。あ、あ、ムービー始まった。お、なんだこれ。イベントだ。よう坊主、噂に聞いてた町の新入りか。いや、会えて嬉しいね。お、あ、終わってない。ええ、ひと月も海に出たんだな。まだ骨休めの最中なのさ。いや、大量だったぜ。いい魚だったからな、たくさん売れたよ。おかげで新しい竿が買えた。え、くれんの？新しい竿。ほらよ、俺の古い釣り竿だ。お前さんにやろう。釣りの技を人に教えるってのが俺の生きがいでね。そう、それにたまには俺の店で何か買ってきてくれよな。買ってくれよな。あ、釣りゲットした。テレコいいっすね。なんかゼルダみたい。やめろよ。竹の釣り竿を受け取った。竹だって。え、あ、まだか。中にはいろんな、え、水場がたくさんある。だってな、いろんな魚がたんまり住んでるんだ。ああ、そっか。ああ、そうだ、俺の店は今から開けとくからな。何か必要なもんがあったらよ、え、あったら寄ってこれ、やってくといい。釣った魚の買い取りもやってるぞ。匂うもんは売れるもんでな。へへ、昔うちのじいさんがよく言ってたもんだ。え、どういうこと？え、なんか、え、フラフラしてるけど。え、なんかそう、フラフラしてるし。あ、釣りできるようになったってこと？お、あ、どうやった？なんか投げた。え、どうやってやった？これか。なんか釣りのところを選択して、これ釣れてんの？えっと、どうやの？え、どういうこと？使い方がいまいち。
ああそういうことこれめんどくさいぞこれ釣りこれかでどうやってんのとんでもなくめんどくさいこれ釣るとニシン20センチマジスローライフじゃんスローライフだねこれ遠くに投げないとダメってこともしかしていや普通になんか近くでも釣れて俺本当だなんかゲージが出た何やってんそんな投げてどうすんのえなんじゃそれ焼けた新聞紙よく今釣れたね舐めてんのかえ舐めてんのこれえどこに入れればいいのこれなかなか釣れんぞえどうやって上げるのどこに入れとけばいいのわかんないからいいやでも同じタイミングで投げたぞ今絶対にえだけどこれ普通に釣れますあのヒットって出ますよ普通にほらプルプルって言ってもマックスって出たよあえこれさこれ釣り上げあそうかマウスとも、まあれだから違う全然釣れないんですがこれねめちゃくちゃめんどくさいぞこれ引いて引いてからなのえなんかヒットって出るはずてかなんかねプルルって出てやってもねなんか釣れよう釣れるなえこれって何かと交換キラさんさ石持ってよ なんだこれなんか俺やっちまったなやっちまったよどっか行こうかあと木取ってよなんか今鍵落とさなかったあこれ外にこれなあ投げてんのかこれ外に、うん、今鍵海に落としたよ違う石あの石じゃないあの木なめっちゃ投げまくるったよ、ね、ちょっと魚釣ったからさちょっと売ってくるわなんかこのおじさん買い取ってくれるっていうから中入ってみっかんどこで買い取ってくれるの、買い取りってなくねあ買い取ってくれたなんかいろいろ売ってるそう金なさすぎだよ大きな水槽580円だって俺らどうせ農業でもやるかじゃあさすがにえもういなかったよなんかあの農業やってる時って暇なんだって皆さんなんか落ちてるいっぱいなんかムール貝とかアサリとか今どこ行ったえ砂漠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 じゃねえよあこれさ画面の右下の E ってエネルギーってことでしょあそういうことあ多分減ってるから今気づいたけど新入りの、牧場主家君の到着で話題を持ちきりだね僕はエリオット浜辺にある小屋に住んでいるこれからもよろしく頼むよ何やってんのここさ木が300個あったら橋が作れるっぽい舐めてんのか俺らどんだけねえと思ってんだよさっきまあ行きますかじゃあほらうちの周り整備するからなんか周り一旦整備あなんかあるよ守り神かなん何もできない、ね、ん呪われそうだあこれそっか俺ら精霊にどの辺なのね、なんか進めなくなったよ俺ら帰れなくね死神牧場えここまでワープできんのもしかしてどうやって分かんない押してみっかいや違うなえ違うよ多分ここにこれは死神牧場だよってことでしょ多分移動できないやキラさん待ってキラさんどうやって帰った俺らどうやって来たこれ俺らなんかね上から行けるっぽいけどあ上から行けるかマップ見たマップ見たあふざけんなここあここだここ入った瞬間あちょっと待って人話しかけよういっぱいこんにちは誰子ちゃん今日はヴィンセントとジャスを教える日よ2人に教えることは大変だけど誰かの人生に役立てるならいいよねと話しかけよあ違うこれキラさんだったわ下水道が俺ですあとちょっとここ整備したいなちゃんと通れねえあーいるいるなんか人はじめまして僕はヴィンセントお母さんが知らない人と話しちゃダメだって言ってるけどあなたなら大丈夫そうとお母さんちょっとスタックしちゃってちょえおー怖っこの中誰か入ってるえこれ人んちやん大丈夫なのキャーとか言われないあらあなたが新しい牧場に来た男の人えこれお母さんもしかしてヘイリーと
ヘイリーの寝室行くかと思ったら、あなたは友達でもないのに、エミリーの寝室に入るわけにはいかない。は？寝室なの？これやめろって。ええこいつ関係ない人じゃん。ヘイリーじゃん、こいつ。エミリーって書いてあるぞ、これは。お母さんじゃないの？そういうことか。お母さんどんな顔なんだろう。ちょっと見てこようぜ。あ、取れない。うん、あ、本当だ。取れそうかと思ったら取れなかった。すげえな。あ、ここいっぱい入るわ。トンチだけどな、ここ。誰こいつ。ん？話しかけられる？キラさん、これ。え？これ人じゃない？置物かなんか。え？なんか動いてない？ほら。え？キラさん、ほら。ほら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 。しかもね、プライオリティがおかしい。え、なにこいつ。あ、なんか来たし、なんか来たしたから。ほんとだ。え、ちょ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 、話しかける。あ、想像と、え、想像とは違うタイプね。まあ、いいかな。私はジョディ。なんだこいつ、ふざけんなよ。あ、ね、キルさん、助けて。はい。助けて。助けて。なんか、あ、この人。ちょ、やってもうた。積んだ？やってもうた？皆さん、とりあえずさ、セーブした？セーブ。あ、動いてきたよ。待って、セーブどころちょっと待って。何してくんない、この人。ね、どこ？お、座った。え、どこ？あ、これ座るのか。あ、あ、そう。おい、子供、おい、ガキ。寝ちゃったよ。あ、あ、もう8時だ。ちょっと待って、ちょっと、友達もないね。サムの家に入っちゃダメだって言われた。ロガさん、外出た方がよくない？え、今何時？ 8 時？夜中に人の家にいるの。本当だ、さすがにやばいか。殺されそう。で、俺らのうちどこ？こっちこっち。おい、牛、お前にも話しかけなきゃいけないのか？違うか。あ、ここ違うか？いや、ここだな。ここ。ここの上。上。やばいね、俺らの畑。畑っていうか、どこ？これ。道や。あ、ここ通れないの。これ、うちらの方？そう、うちの家の方向だよ。あ、ほんとだ。この上か。それね、結構刈るとさ、違う、こっちか。これってさ、1日寝たら回復するんでしょ。だって回復するけど、あ、キラさん、この石取って。ね、キラさん、石、この石どうやって取んの。なんかいっぱいで持てませんって言われた。あ、これか。え、なんかバキンって音したの今。あー、大岩はやれないらしい。ちょっと待ってんの。さ、これね、キラさん、真っ暗になってきてる、どんどん。そうそう、早く戻らねば俺らは帰れなくなる。やばいやばいやばい。あ、キラさん、帰ってこれたかも。俺は帰ってこれた。ちょっと待って、帰ってこれね。早く寝るぞ、キラさん。何やってんだ。てかさ、ここ通路確保しないとやばいかも。寝たよ、俺も。キラさん、どこにうちあんの。早く寝てよ、右側の方だって。うわー、霧感もダメなんだ。ダメなの？でっかい切り株は強化しない。え、どこ、ここ。早く、キラさん。ちょっと待って。なんか、11時になったよ、もう。もっとか。どうやって行った、これ。キラさん、ちょっと、どこにいんの？何やってんの？殺す。ちょっと。キラさん、近くにいるっていう。キラさん、真面目に近くにいるじゃん。え、どこ行ったの？違う、キラさん、そこじゃない。違うよね。いや、そこじゃない。帰ってきて。逆。そう。それで左。あまりにも。いや、どこにいるそれ。え？でさ。え、なんか眠たいっつってる。夜が明けてきましたって。キャさん、なんかレンジが赤くなった。さすがになんか俺も寝てくわ、一旦。怖いから。通れない。え、なんか午前0時が赤くなり始めた。やばい、もしかしてこれ。やべえ。え、キラさん、これキラさん、どこにいんのそれ。え、同じ場所にいるっぽいけど。これってほぼほぼ結構アバウトじゃん。同じ場所にいるってなってるけどな、今。
ただね、障害物が多すぎて全く歩めないんですよ。え、大丈夫？なんかもう午前1時だよ今。湖がある。え、なんかびっくりマークがすごい言ってる。何これ？え、これ死んじゃうの？あ、待って、日記にさ、初めの一歩、農場主に なりたいならまずは基本から始めよう。クワを使って土を耕したら、袋に入った種を選び。はまんない？はまってた。だから俺も結構ギリギリで帰ってきたよ。今どこにいるのかマジで分かんないんだけど。キヤさんはね、一応ね、牧場にいる設定になってる。湖の上あたりだから、この上あたりっぽい。ここで終わる人いなくね？あ、え、死んだ。え、死ぬ？あ、俺なんか就寝してる。止まってます。俺就寝したわ。なくなりましたって今出た。あ、なくなりましたって書いて、俺もなくなってるじゃん。何これのゲーム。え、キヤさんどこにいんの？キヤさんどこにいんの？死んじゃったよ。マジか。え、ロガさんどこいる？あ、出た。帰ってきてる。ロガさん、これさ、うん、ここの周り整地した方がいい。帰ってこれない。そうだね、さすがに整地しとくか。これ雨の日にさ、うん、っていうかマップが雨の日に農業しないと まずくない。ストーリー詰めるより周りを。これさ、持てないやつってさ、これってさ、木はさ、切らない方がいいの？このちっちゃい木は切らないと。あ、まあまあ、遮蔽物がある程度、あの進行を妨害するやつは全部壊して、でこれ持てなくなることってあるのかな？ね、キヤさん、何この黒いの、何これ。え、この黒いのは何なの？なんか弾丸みたいなだけ残るんだけど俺。ロガさん、はいはい。死んだらさ、うん、お金取られる。え、バチバチ減ってんじゃん。サービス料として58ゴールいただきましたって書いてある。え、マジか。方面は、え、だけどこれ切り株切れそうだよ。なんかね、 木を切った切り株は取れるんですけど、もともとあるでっかい切り株はレベル上げないとダメって言ってた。え、そういえばさ、どうやってさ、これさ、アサリ入れるか。このマップの下の障害物全部壊さないと帰還できねえ。あ、あとさ、今思ったけど、ん？木を切ってるとすごい勢いで体力なくなる、エネルギー。んー、これさ、もうある程度切ったらさ、もうなくなるもん俺。あ、石炭か、これ拾おうと思った。石炭だこれ。あ、本当だ、めちゃくちゃなくなるね、すぐに。これもうすぐあれだよ。しかもこれさ、風邪ひかないのかね。あ、そうだね、こいつら風邪ひかないのかな。こいつら、俺らだよ。キヤさん、俺さ、草木刈るからさ、キヤさんはあれやってよ、木切って、木とか石掘ってよ。あ、石？石とか木、あの邪魔になる木とか。あ、もうね、ロゴさん、動けない。寝て。動けなくなると移動速度がもうダウンする。寝ようぜ。多分寝れば大丈夫でしょ。これ二人一緒じゃないと寝れなかったんじゃなかったっけ。え、違う、寝てたら回復するんじゃん、さすがに。だってとりあえず寝てみようか。もう、あ、寝ますか。あ、やっぱプレイヤー待ってるってなってる。え、キラは、え、夜のあたら早い時間に電話かけています。電話かけてます？どういうこと？おかしくない？誰に電話かけてんの、キラさん。今ね、他のプレイヤーを待ってます。だからロガさん待ってる。おい、彼氏か。早く彼氏に電話か。早く草買ってるよ。あ、でもね、確かにバーは回復してるわ。あ、じゃあ寝といてよ。地味に回復してる。そういうことね。俺まださ、体力めちゃくちゃあるからさ。え、なんでキラさんそんななくなったの、すぐに。あ、なんかね、エネルギーの E の上の顔がなんかほら、水色のふにゃっとした顔になってるけど、これ凍えてるの？え、何そのふにゃってしてる顔って。なんか画面右下のエネルギーの上に顔のアイコンがあるんです。ないよ俺。水色になってる今。寒いのかなこれ。俺ねえけど、そんなの。え、具合悪いとこ。寝てるってことかな。やっとね、3分の
1ぐらい回復。今ね、え、だけどキラさん減るようおかしかったから多分それなんか病気なくてんじゃないの？アットステータス？え、だって俺減らないよ全然まだ。結構やっても。とにかくね、これ死ぬと金ごっそり持ってかれるから。そう、やめよう、死ぬのは一旦やめよう。そうそうそう、もうね、拠点の近くにいてイベントで急に持っていかれたらもう戻ろう。うん。あとここのエリアの下の方ってまっすぐ帰ってこれないから今んとこ。そうだね。そうそう、ここ開拓しないと。まず今草だけめちゃくちゃ買ってるよ今。例えばさ、木ってさ、どうやってさ、うん、とあの木ってどうやって生やすの？なんか木さ600本だか300本だか必要なんでしょ確か。うん。で、まあでもあっちまだ先だから後でいいんじゃね。あ、そうなのか、先か。多分ね、まだほらバッグとかも売ってたけど買えないし、当面この切った素材をどこで売るのって感じだけど。あ、違う、ある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 、木売る場所はあったよ。あった？ん、待って、迷子中ですよ俺今。満タン。あ、ここがここだから。あ、でもね、バッドステータスついてるっぽい。あ、じゃあ完全に寝ないとダメなのかな、わかんない。なんかね、変な水色の顔になってる。これってさ、全開するよねちゃんと。あー、でも減ってるわすごく。ちょっと畑耕していい？家の前。いいよ全然。家の前ちょっと畑耕すわ。なんかね、見る見る減ってるから。バッドステータスだ。これってさ、これ病気とかそういうこと？え、これってさ、畑じゃなくすることでできるのこれ？後で。もう何やってもいいよ。違う、やっぱこの畑もう一回違うのにどこにしたいわって時。あ、なんだこれ。よいしょ。あ、キヤさんなんか出てきた。何が？でもキヤさん拾ってくんないこれ。ちょっと待って。ちょっとね、障害物あるとやっぱよくね。何？ここにさ、なんかさ、黒いの出てきた。なんか土掘ってたっけ。石？ここ。ここ。これ？何これ？拾って？拾えない？拾う？どうやって？あ、満杯か今。いや、拾えない普通に。ちょっと待って、じゃあさ、ここさ、ちょっと耕して、俺さ、あの、バニーウィップみたいなの植えるわ、全部。植え、俺も障害物だな、なんだ。一旦農業して植えなきゃやばいっしょ。皆さん、上のこれ置けないぞ端っこ。え、あ、なんか落ちたアイテム。え、これ。ん？え、これも拾えないんだが。ここも落ちた。木切ってたらなんかアイテム落ちてきた。あ、皆さん全部植え終わった。あ、粘土だった拾ったら。変な時に当たりなんてある。これってさ、切り株切ったらさ生えてこないとこある？もう一生。え、何、どういうこと？これ切り株とか切っていい木なの？わかんないんだけど。このでっかい切り株は切れない。ここにあるやつか。なんで？え、なんかレベル上げろって言われる。こいつが俺が死んだ要因の一つ。拾える？これ黄色いの拾え、あ、拾えた。あ、オッケー、拾って。これ木拾うわ。これさ、アイテムボックスってないのかね。ちょっと待ってね。売りに行かないとダメ。違う、ワンチャンさ、クラフトってあんだよ。木50個。もうそろそろ野川さん、エネルギーない。待って、俺ない、やばい、死ぬ。死ぬよ。ナイス、ありがとう。俺、見てなかった、全然。これさ、余裕を持って。そうだね、余裕を持って寝ましょう。うん。で、寝る、二人寝ると全開するでしょ、多分。あ、俺売ったやつ、80ゴールドになったよ、キラさん。売ったやつ。これ、寝ると、なんかが起こるの？え、寝ると回復するんじゃないの、さすがに。なんかね、収支が出た。そう、俺今収支出て、さっき俺80ゴールドになったよ俺。さっきあの浜辺で拾った貝とか売った。俺寝てないからだ。
しぶし出てなかった。え、でこれである程度アイテムは良くなったのかね。あ、ローさんバッドステータスなくなった。お、ピアさん、あのさ、これってさ乾いてんのかな。あ、乾いてるっぽいわ。ロガさんこのゲーム初めてじゃないんだ。初めてだよ。ただってさ、このゲームいろいろ何も言ってないよね。あのね、ちょっと知ってるぐらい、本当に。俺は全く知らないです。僕は全く知らないで、ロガさんがこのゲームをやりたいやりたいって言ったから今やってます。ちょっとね、俺上整地してるよ、うちの周り。キラさん、キラさん、キラさん、水あげてるだけでえらいやり方してる。これはこれで面白い。これ何してんだろう。え、これってさ、かけなくていいかな、ここにも。さすがにか。え、水ってさ、多分ここでさ、吸引できるんだよね。あ、吸引してるわ。OK。で、切りますか、ちょっと木。あれかな。あの、キラさん、木何個かちょうだい。どうやってあげるの、これ。多分捨てるみたいない？なんか、あの、捨て、あの、あれで。キラさん、木さ、あの、なんか、あ、え、捨て、ゴミ箱に捨てるはダメだよ、ね、ダメダメダメ、普通に、あの、ポイって、なんか、ゴミ箱以外のところにポイってしてみて。え、どこにも置けないんだが。なんかさ、ちょっと、え、持ち物、キラさん、キラさん、キラさん、あの、持ち物で、あの、あれあるじゃないですか、インベントリー。うん、インベントリーから、あの、こうやってなんか外にポンって投げることできません？俺今投げたんですけど、キラさんの方に。どうやって、これかもしかして。掴んで投げることできません？あ、投げた、ね、あ、オッケーオッケーオッケー、もらったもらったもらった。キラさん、今からちょっと作りますね。いいよ。これって作ったら、これ作ったらどこに置くんですか？これって家の中に置くんですか？え、何作ったの？え、宝箱。置けました置けました置けました、キラさん。外でいいんじゃない？まあ中でもいいよ。あ、これで置けるのか。置ける置ける。え、どうやって？これ他人が開けてる間はできないんじゃない？はい、今開けていいよ。それどうやって開けるの？え、右クリックだった俺は。右クリックってないんだけど。さっきの下からじゃないとダメかも、もしかして。あ、下からだ。あ、そうか、そうかもしれない。あ、いや、キラさん、あとね、キラさん、違う、キラさん。じゃあ、そこにさ、アイテムいっぱい入れるからさ。キラさん、それ一人しか開けられない。はい、今、あ、そういうことか。そう、開けようとしても無理。あ、いや、今開けられるわ。あ、違うわ。いや、俺が抜けたからじゃない。あ、そっか。キラさん、今さ、開けられる？ここ、今開けてみて。ちょっと待って。開かない。うん、ということだ、やっぱ。なるほどね。なんかいっぱい拾ったぞ、今。なんとなく分かってきましたぞ。そうだね。なんか久しぶりだね、この何にも分からないゲームをやるっていう。いや、マジで、うん、こういうのは楽しいよね。今更だけど、俺ら田舎にいるのに、このスローライフっていう。どう？田舎マンのスローライフ。大体こんなとこいいんですけど、僕。いや、BGM 大丈夫かな？いいね。BGM うるさそうだな、ワンちゃん。これやべえな。いつまでもやってるでしょ。やってるね、絶対に。H やるでしょ。野川さん、俺がいないときにどんどんやっていいよ、これ。開拓して。いや、ぶっちぎり、あの、いや、キラさんとやるときだけでいいっすよ、俺、こういうの。絶対進まない。うん、でも、なんか、こういうの好きだからな。掴んだら、なんか。キラさん、ぶっちぎりファクトリー。ロールドってロガさんがいないと入れないですよね、多分。多分？勝手に入るんだったら、勝手にやっていいっすよ。勝手に入る。あ、死ぬ。あ、ほんとだ。出られない。危ねえ。こんなデスゲームだ。危ねえ。ねえ、2回と。これなんか、なくなりました。笑ったよ、さすがに。あ、キラ
さん、キラさんこれ寝なくていいかも。え、なんで？え、ただ単にこれさ、あのちょっと、ね、あのベッドにいるだけで回復するから。回復するけどさ、ボタン寝たら一瞬で全開しない？なんかその日にやることあったらあれじゃない？さすがに。でもこれってさ、日にち制限ってあんの？わかんない、俺そういう設定の仕方がわかんなかったからやってない。じゃあ別に寝てどんどん作業した方が早くない？いいか、オッケー。今日何も収穫しないぞ。なんかバッドステータスは消えなかったね。レベルアップしよう。やっぱね、寝た方がいいよ。え、レベル1、え、プラス1、斧熟練。あのプレイヤーを待ってます。あ、そうか、確認してる。木から時々種が、あ、キラさん種ゲットしてる？はい、木から。俺何も出てない。なんか木からた、あの時々種が手に入りますって書いてある。あ、さっき手に入れた。うん、でもね、取れなかったから放置してるかも。これね、あれです、ロガさんが起きないと俺も起きられない。俺ホストだからってこと？来てるよ、なんか手紙。ここにあったけど今ないから多分回収してるね。我が価値あるジャジャ、違う、ジョジャマートのお客様へ。ジョジャの工事チームが我がチームの削岩作業によって、引き起こされている山の、え、泉近くで、うん、での地滑りを、沈静化させました。沈静化？念のため申し上げると、行われていた、削岩作業は完全に合法です。何これ、怖いんだけど。なんか何かの変換の間違いです。ジョジャ社、ジョジャ社規約修正ちょっと待って、めちゃくちゃめんどくさいぞこれ。何これ、あ、まあぶっちゃけて言えば、なんかジョジャマートがなんか削岩作業してたんだけど、なんか山で地滑りが起きて、それを鎮圧化させましたと。で、それで念のため言っとくけど合法だよって言ってますね、一応。今洞窟の中入ったけど特に何もなかった。何やってんの、何やってんの、洞窟？ここの上に洞窟あったけど何もない、今のところ。洞窟って、え、体力減るのすげえ早いんですが。だよね、やっぱりだよね、ぶっちゃけ早いよね。やっぱこれあれかね、寝すぎるとも良くないのかな。いや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 、まあまあ石切っていくか。あ、もう持てないのか。持つよん。皆さん、どんぐり拾った。どんどん入れてるよ。待って、石にさ、水やっちゃった、間違って。いいんじゃない。この切り株を破壊するには斧を強化する必要がありますって書いてある。本当だ、強化しなきゃダメなんだ。そうだよ、これいいポイントで砕かないと。皆さん取ってよ、皆さん結構整地してるな。皆さんここ取ってよ。何あれ、取ってよこれ。あと何これ、何だった？ジオードを見つけました。鍛冶屋に砕いてもらいましょう。中に何かが入ってるかもしれません。だってジオードってことはあれですか、なんかあの銅とか、あとなんか宝石みたいなやつか。とりあえずね、入れられるならこの中は入れときますよ。うん、なんて言ってました、それ。採掘屋じゃなくて、どこって言ってました。どこに行けって言ってました。ね、この中入れた。いや、じゃあそいつどこに行けって言ってました。鍛冶屋。鍛冶屋か。鍛冶屋ってどこにありました？知らん、覚えてない。いや、行ってもいないし、わからない。行ってもねえか、俺ら、まだ。そろそろだよ、体力。え、これってさ、もしかして、どんぐりって木植えるのに必要なやつ？わかんない。とりあえず、俺の頭の中の聖地しかない。今ね、聖地してる。ここ赤くなってるよ。ロガさん、赤くなってる。俺、黄色だよ、まだ。大丈夫、大丈夫。いや、キラさん寝てていいよ。ちょっと、俺、一回。キラさん寝、ね、寝た後作業していいよ。アイテムだけ入れとこう。うん、もう一回死んでる、初手死んでるから怖くて。何これ、ちょっと待って、ちょっと気になるものがあった。夜の早い時間に電話をかけています。これ絶対5時脱字だよ。そうだから、電話をかけてます。絶対そうだよね。うん、
あ、カエデの種だったんだ。あ、あれカエデの種だったんだ。じゃあ、これもうちょっと回復早く、飯食ったりすると早いのかね、わかんないけど。あ、それありそうだな。今んとこね、飯食ってないし水も飲んでないから。なんか水とか飲む機会ありました？これって飯、うん、でもなんかずっとさ、お金の下にびっくりマーク出てるの、なんだろう。え、なんかこれね、俺見たら、あの自己紹介とか挨拶今11人してますね、俺。行けってこと？多分これクエストみたいなやつなんじゃないですか、これ多分。あ、でもあれか、あー、そういうこと？今日の？今日何かあるぜ的な。え、だからこの、あのパニースニップを育てて収穫するって書いてあるから、俺だから植えたんすよ今。あーはん、そうそうそう、まあ、その辺のイベントはロガさんに任せますよ。草は別に刈らなくても進行は大丈夫だから。だって言うと多分木とかじゃないですか、開拓しねえとやべえよ。ああ、これ多分あれか、コントローラーでちゃんとそれ向けてやらないとダメなのっぽいな。火を切る警戒の音が響いて、これあのキラさんさ、俺分かった気がする。あのさ、誰かは寝て、あ、俺寝ますもん誰か寝てる間に作業してっていう作業でいいかもしれないですね、これ。エルカさん、いや、ね、もう俺も半分以下になってるから。いや、作業した方がいいっすよ別に。俺も作業しました、俺半分以下でも。あの、ちょっと赤いなってなったら寝た方がいいっす、ね、今黄色っすよね。もう赤になった。え、もう赤になりました？これハテナマークなんだろう。もしかしてさ、性別によって稼働時間が違う。ああ、そういうこと？わかんないわかんない。そんなことある？じゃあ寝ますか、じゃあ怖いから。死んでるから寝る寝る。とにかくね、赤ラインで戻った方がいい。電話かけてる。そう、夜の早いで時間に電話を。で、午前6時に全回復で起きるからこっちの方が効率的だよ。じゃあそっちの方がいいっすね。おしっこしてるかと思って。なわけないでしょ、おしっこがこんな頻繁に出てたらやばいだろ。ロガさんがそんな海外式なんかやってるっていう主義で、ほんとこんなタイプ初めてっすな。ヤッキラさんあれやってるじゃないですか、ファクトリーを。僕はやってるけど、ロガさんがこんなやるんだ。いや、俺だからマイクラとかやるじゃないですか。マイクラ、うん、見たことないですね。だってマイクラみたいなもんじゃないですか、これ。まさかこの障害物が生死を分けるとは思わなかった。まあね、初めて死んだキラさんだからな。え、てか俺は死んだのかな。これレベルアップしましたよね、さっき。え、俺レベルアップしてたよ。なんかめっちゃ蝶飛んでんだけど。飛んでます。ああ、切っててなんかね、蝶飛んでる時あった。これ何、これ精霊、これが。ここあんの、いや、これ本当切っていいのかと思った。あ、え、そういうこと。ちょっと待って、ダメなやつ、ダメなやつとかある、これもしかして。え、真面目にダメなやつあります？でも切ったよ。え、これであれ、もしかして神の怒りを買いましたとかって言ったらおもろいな。こんな近くに神の怒りないでしょ。ほら田舎に、ほら田舎のところはやっぱほら土地神様とかいっぱいいるから。こっちの周りですよ、わかんないよ、ありすぎだろここ。やっぱほら死神牧場っていうぐらいだからね、これ神はついてるから。ほらね、名前からね。そう、死神牧場なの、死神上等です。死神上等、なんだこれ。ここで掘るか、ここで掘る系じゃないのか。ずっと開拓したらさ、うん、この蝶々とかもいなくなるのかね。あ、そういうこと？ちょっとやだな。
蝶々最近見ないな、蝶々最近見ないなつって、キラさんこれ何だったの、これ拾ってくんね、何これか、すげえあんだけどこれ、拾えない、あれなんかさ、キラさんここにもあるよ、何があれさっきさ、俺さなんかさこれなんか祠っていうかなんかさ、あのなんかほあら前あの海辺のとこにあったじゃん、そうだからこの周りの木は切ってない、何なんだろうこれ、何でしょうね、おっ皆さん寝た方がいいよ俺は。本当だ。ありがとう。俺はって言ったから俺はって言ったから。俺は寝た方がいいよ。危ねえ。キラさんはどうする？しれっと死んだからね。そうそう。えこれなんかないの？あレベル2。え早くない？俺まだレベル1だったよ。新しい料理レシピサバイバルバーガーだってやっぱ食いもんだね。クラフトできるのかまだしたことないけど、え雨降ってるめっちゃ、本当だ雨降ってたらさ風邪ひきそうだから室内でクラフトかなんかがなんかバカにしてどうのこうのっていう手紙が来たけど、キッチンがあると料理作れるらしいっすよ、マジですか、うん多分レシピ何やってんのお前は逃げたよ。クラフト確かに。あ、素材で作るのね。何これ。木の柵とかなんかいる？あ、さっき取れないって言ったのは装飾アイテムで。小道だね。キャンプファイヤーがあるらしいよ。松明とかあるし。ちょっと待って。なんで笑ってる？なんで笑ってる？どこに嫌がるんだそいつ、あいつ。なんかやってんだろ。払いたいって。俺ってさ。何やってる？いや、なんでもないですよ。なんかやってんな。いらんこと。なんかやってんな。何もやってないですよ。やってないわけね。払いたい若干ホラーゲーになって全部で拾えない、ああいいのできないか、もうやばい。ねえマジでイカれてんだろこのゲーム。なんか進めたんか。マチかなんかに行ったのか。違う。ずっと牧場にいる俺。ずっと牧場にいる。まあいいや。ああキラさんキラさん。育ってる。あ、ちょっと待って。もうそろそろね、俺、体力の限界だから、あ、戻ろう。いや、育ってる。ほんとだ。あ、バニー、あ、もう取っていいらしい、これは。これ何なの？大根？人参？バニー。バニー、ん？違う、パースニップって言ってるから何なんだろうな。大根っぽいよな。人参っぽいよな。で、これで、なんか、ここに入れればいいらしい。どこ？あ、そこに入れるのね。うん。これなんか入れられるのかな。どこに？とか木とか生えるけどやめた方がいい。あの300個とか必要だから。うん、で多分ねこれ入れたらもう寝ないと死にます。うん。
えよ。なんで俺の字なんもねえんだよ。いやさ、キラさん、俺の家来て、俺の家来て。死ぬっつってたろ。分かった、寝てから来て。寝たら来て。最悪だよ。バカじゃない。あ、レベルアップした。農業レベル1になった。え、ジョーロとクワがあと、あ、カカシっていうのをゲットしてるから、え、待って、これってさ、カラスとか来る？もしかして、あ、もしかしてさ、うん、女の子の方が今ほら俺料理覚えたから。え、キャさん525円らしい。待ってます、早く起きろ。525円らしい。何が？え、農業でゲットした金。あ、さっきのあれ。そう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 。生産しろ。生産するか。だけど俺も植えるものがねえんだよ。カカシとか用意してた方がいいかもな。テレビ持ってくんなよお前。いやさ、キラさん、これさ、これさ、ここにさ、あのアイコン合わせるってさ、撮れるんよ、右クリックで。俺撮れたんよさっきの子。あ、撮れた。そう、勝手に撮ったぞ。そう、勝手に撮んのよこいつ。え、置くのは、え、置くのはあっちに、自分の家に帰って置けるよ。外に置くのか。え、どこ置いた。あ、置いてない。え、なんで外に置いたの。キラさんの、キラさんの持ってってあげるよ全部しよう。え、外に置いてんのにどうやって、なんで置けない。ゴミ箱は完全に捨てるよね。そうだね。あれ、外置いたんだけどな。キラさん、キラさん取れてないよ多分。キラさん、いや別にあれだよ、置かなくていいよ、それはそれで。いや、さすがにキラさんさ、家殺風景すぎるからさ、置いてあげるよ。作業しやすかった。殺風景だからね、置いてあげるよ、さすがにね、かわいそうだから。こうなってくると木の切り株がいらんねえ。あーね、邪魔だ。それがどうやって切るんだっけ。レベルアップするらしいよ。あ、レベルアップか。まだ先だと思う。今朝の効率を考えての置き方したわ、さすがに。わ、斧の強化って書いてあるから強化できるんだ。あ、斧の強化なんだ。どうやってすんだ。あのね、切り、あの丸太もダメだ。え、マジ。ここに丸太あったんだけど、丸太も破壊できん。マジか。皆さんの効率の家考えたよ、ちゃんと作ったから、うん、ありがとう、うん、とりあえず働け。うん、効率を考えた家の置き方したから大丈夫。え、待って、そういえばさ、あのさ、1212円、1120、あれ、あ、キラさん、やっぱりこれクエストだ、うん、日記。あの、今お金もらえた、100円。うん、これやっぱりこれクエストっぽいな。この初手の場所、農業スキルをレベル1まで上げカカシを作る。あ、カカシ作るって言われた。作るか、じゃあ覚えたから俺クラフトで。柵作るとかあったからさ、やっぱなんか来んだよね。なんか来るんじゃない、やっぱり。木材、石炭、繊維が必要。皆さん、木炭と電の子欲しいよ。皆さん、ちょっと木使うね。うん、全然、全もう使っていいよ、どんどん。え、ていうか待って、木の柵とかあるんだけど、キラさん作ったの。え、キラさん、木の柵とか作ったの。作ってない、作ってない。作れるのを確認しただけ。え、いや、木の柵あるから。いや、でもどこから取ってきた。クラフトまだしたことない。え、どこから取ってきたの、もしかして。どこから出たのかね。クラフト拾ったと。あ、カカシ作ったよ。あ、日記が更新された。どこに置くの、これ。なんか持って歩いてるけど。ほい。
これどうなんすかね、真ん中に置くのかね。てかさ、ちょっと俺場にちょっと種買ってくるわ。俺ちょっとね、寝ないと死ぬから寝る。うん、寝ていいよ、俺作業してないから寄せるないやいや、ほらやっぱ効率中の考え方だな。え、なんか始まったストーリー。あ、うん、そっちに出たっていうかね、そっちの画面が出たああ、こんにちは。お、いいね。なんか悩んでる。ペリカンタウンって書いてあるよ。なんてありさまだ。今は12時25分ぐらいか。ここはペリカンタウンの公民館というか、その残りが、残りがいだ、ん？残、ん？の、の、ん？これ、残骸だな？ん？残骸。あ、残骸か。え？どこ？これ、ドア開くの？これ。かつてのここは町の誇りだった。いつだって活気に満ちていたんだ。満ちてたんだ。漢字にしてくんないかな、ちょっと。だが今や、見ての通りだ。え、ここってさ、これもう誰もいないってことでしょ？ペリカンタウンって、ここペリカンタウンなの？うん、ペリカンタウンの公民館らしい。へえ。昔の若者は TV の前に座る代わりに、 TV って言わないか、さすがにテレビって言ってるか、さすがに、地元の 社会と交流していたもんだ。なあ、年寄りのざれ言なんだが、ちょっと聞いてくれないか。実は除蛇者がここを車庫にしたいので土地を売ってくれと言っている。だ、それで悩んでいてね。じゃあ200万円以上で売らないと。1億で売ろう。売ればペリカンタウンのだって、あ、財政は楽になる。え、だったらもう売っちゃえば使ってないんだし。どうしても踏み切れなくてね。私のような老人は昔の名残を手放しがたいんだろうな。どうしてもな。町の誰かがジョジャ社のメンバーショップに買ったら、私はここを残るつもりなんだ。売るつもり？あ、売るつもり？全然見てなかった、ちゃんと。ふう、さて中に入ってみようか。死ぬだろこれ。腐ってんだろこれ絶対に。下腐ってるだろこれ絶対に。おい、腐ってんじゃんやっぱり。え、なんか星あるよ。え、これさ、なんかの宗教団体？やめろ。おや、これはなんだ。多分ヴィンセントとジャスがなんかに中に入って遊んだんだろうな、うん。なんだか前に見た時よりも一層荒れてるな。あ、なんか出てきた。妖精か？どうした？バカかてめえ、見えろ、ここ。あ、いなくなったわ。どうかしたのか？具合でも悪いのかね？もう多分具合悪いんだろうな。めっちゃ泣いた声になったんだけど、俺の。何かいたのかい？まあこのようん、まあこんな様子じゃネズミの巣になっていてもおかしくはないだろうな。また出てきたって。なんだこいつ。昔の FF みたいな。え、妙なことはやめてくれないか、ロガ。いや、知らないよ。さて、そろそろ家に帰るとするか。お腹が空いたからね。え、置いてく気？そうだ、これからはこの鍵は、ここの鍵は開けたままにしておくよ。そうすれば、空いた時間にネズミを駆除しに来れるだろう。来いってこと？うん、来いってことだろうね。ただね、まだまだうちの周りの整地しないと。見て、何か変だ。え、ホラーゲーム始まったって。うん、ホラーゲームが始まってます。この建物は、もっと調べた方が良さそうだ。後で戻ってこよう。え、これホラゲやん。まあ後日ね。え、ホラゲもしかしてこれ。俺ベッドから出されてた。行けます。体力回復してないよ、その会話中。
思ってね。なんかさ、ここの中さ、もしかしてなんかアイテムとか置くとか、あそこなんか、まあ、でもそこ多分か発展させるんでしょう、多分。あ、そういうこと？あ、そういうことか。だから我々はまだこっちの、そうだ、まだ我々はね無理だよ。発展すらさ、あ、ピラさんシャベル置いてある。あ、取れないや、取れなかった、盗めなかった、あんだけ家に盗めたのに。ちゃんと家に帰れるルートを確保しないと死んじゃう。あ、キラさん、これさ、周りのさ、あのこの町のさ切り株みたいなのあるじゃん、うん、これ取れないっぽい。まあ取ったら多分犯罪だろうね。え、そうなのかな、さすが切り株はいいんじゃない。あ、切り株か。あ、話しかけよこいつに。技術的な問題に、面して直面したらいつも散歩するようにしているの。丸、うん、金は貯まってきたな。1200円だね。どうする、これ全額種にする？もう使っていい。てかどこに売ってるんだっけ。知らない、そもそも街に全然行ってない。ここか、ピエールか。おーい、ピエール、旦那いるかい。ん、ピエールが店内にいる必要があります。舐めた真似してくれてんじゃねえよ。どこだピエール、おい、てめえいるの分かってんだよ。おい、ピエール、服だ、てめえピエールか。あ、もう夕方だ。キャロラインだ。夕方じゃねえ、夜だ。アビーが、え、嘘、そんな、おー、8時30分。アビーがもう少し部屋の底、ん、部屋の外へ出てくれればいいんだけど。アビーって誰。キアさん、はい、ちょっとやばいかもしんない、ここの街。何が。なんかさっき店屋あったじゃん、うん、あそこの中入ってさ、ちょっと奥の部屋入っただけでさ、なんか祭壇がある。あー、ちょっとや、宗教的な、そうそう、やばいところかもしれないこれ。おい、ピエールいるじゃねえか。いらっしゃい。種をお探しでしたら、店内が一番ですよ。だから、お前、早く来いって。こっち来い。こっち来いって。こっち。こんなのまであんだ、このゲーム。こっち来てくれって。え、逆。ねえ、どこ行くの？俺大丈夫だけど、ロガさん体力大丈夫？ちくしょ。いや、マックスです。ああ、そうか。そう、作業してないもん、まず。作業してるとこれ減るのか。そう、作業してると減るっぽい。なるほどね。これ歩いてるだけでだって減らないでしょ。ん？だけど歩いてるだけ減ってるな。今ゴリゴリ減ってるけど俺は。252になってる。なんか撮ってる今。撮ってるよ。なんか撮れる音聞こえたから。近くまでじゃあ来てるのか。いや多分キラさんの方の BGM。あ、これが聞こえてるって。あ、あのね、ちょうどね、マップに入ったら聞こえる。絶対だ。あ、ちょっと待って、何時に、何時に空いてるか見てくればよかった。キラさん寝てていいよ。あ、どうしようかな。これってさ、何時になるっけ、朝になると。え、6時じゃなかった？ 6 時ぐらい、朝の。確か。あれだよ、寝始めるあれでも変わるのかも。え、ボニー、え、パースニップの種なんか置いてあるよ。キラさんこれ置いたでしょ絶対に。あれじゃないの、木かなんかから取ったとか。え、違う違う、普通に種だった。わかんない。あ、じゃあ朝育てるわ、朝になったら。ほいほい、暗いな。はい、寝ます。レベル1。俺何もしてないからさ、うん、あのレベル何にも上がらん。ん、ツルハシ、ん、ツルハシずっと使ってたらツルハシレベル上がるってことこれ。そう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 、それらしい。だってさっきだから農業のやつ俺上がったんだと思うよ。ああ。ん？あれじゃん。スカイリムパターンじゃん。ああ、そういうことか。小川さん何やってんだろうと思ったらカカシだった。違う、俺じゃないよ。確か俺じゃないよ。俺じゃないよ。皆さん、俺じゃないよ。あ、壊しちゃった。壊しちゃった、キラさん。カカシ壊しちゃった。作り直す。あぶねえ。壊れんの？え、壊れた今普通に。え、斧振ってたら
と斧じゃなくて普通にあのクワだけど、もう一回立てられたから多分大丈夫。発見しました。ん？何これ？ね、このじょうろさ一個一個さ巻くのめんどくせえな。なんかさあれね、スプリンクラーみたいないかな。え、お墓かこれ。え、何壊した、もしかしてね。幽霊騒ぎになるって、ね、3年目になったらおじいちゃんが見に来るって。何の話してるって書いてあった。どこにいる？キラさんの音頼りにも来てるんだけど。ね、うちの左側。いや、左側来てるんだよ今。もっと奥。ああ、左上奥。これ俺の音聞こえるっしょ？聞こえる。え、下？上上上？待って。左上。拾えないな。え、いないよ。あ、体力やばかった。もういかねえ。やっぱ氷は疲れるね。あ、いたわ。もうやばい、この上あるよ。ちょっと俺は撤退するぜ。皆さんが残したやつ拾っとくね、じゃあ。うん。この上に何て書いてあったの？なんかね、手紙あったんだけど。あ、本当だ。ロガエ、3年目が始まる頃にすに様子を見に来るよ、おじいちゃんより。え、おじいちゃん死んだんじゃないの？3年目だったらデッドバイデイライトが始まる。ちょ、やばいって、やばいって。おじいちゃんに殺されんじゃんこれ。いやいや、どっちが殺されるかな。俺ら幽霊退治ゴーストバスターズ用の何もないよ。用語がね、古いんだよ。何でよ。え、キラさん木植えた？もしかして植えてないよ。え、なんか新しい芽みたいなの生えてるよ。それ前思ったけど、え、でも木なのそれ。わかんない。ちょっとクワで取ってみるか。あ、壊れた。クワで、わお、あ、これ木っぽいな。ちっこい木っぽいな。ちょっと思ったよね。なんかさ、刈り取った後もまた生えてくんのかな。え、だからワンチャン切り株だけ残しとけば使える。いやー、もうここは整地したいよ、このエリアは。そっか。まあ後で、後で作ればいいしね。これってさ、料理作ったらさ、体力減ってる時に飯食えば回復するのかね、エネルギー。ワンチャン。そしたらほら遠征できるじゃん。あ、そっかそっか、遠征できるな。そうそうそう。ハンバーガー作れるけど台所がない。台所な。台所作れば作れるらしいよ。キラさんの家台所置くともっと狭くなるよ。めっちゃ寄せてあるから。そう、寄せてあるから、キラさんの家。公立中の家だから。それがむしろいらないよって感じ。完全は聞こえるな。結構遠くでも聞こえるもんですな。うん、なんかね、聞こえるよ多分。結構もうほぼそのエリアにいたら聞こえるね、すぐ横みたいに。そう、なんかね、そう、マジで近くじゃないのに全然近くに聞こえるんだよ。ん？なんだ？あ、やばい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 。ミリ、ミリ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 、ガチのミリ。あ、ちょっと待って、物だけ置きたい。結構ね、えぐいぐらいに取られるから。ちょっと釣り竿だけ取られちゃった。まあ、うん、これ。よし。よし。一旦入ってこう。キラさん水やりされてるか最後見てね、もし帰ってくるんだったら。え、何？え、あの野菜水やりされてるか見といて。え、見ろって？うん、野菜に水やりされてるか見といて、あの帰ってくるとき。あ、帰ってくるとき。うん、
半分ぐらいまで回復したらでいいよね多分これ。結構俺こういうの楽しいかもな、俺好きかもなこういうの。スローライフ、スローライフ。え、だけどファクトリオン好きだからキラさんこういうのも好きでしょ。ファクトリオンが面白いね。これもおもろい。やってるから。これもおもろいよ。これもう持てないやつか。うん、どうしようかな。150。他のやつは持てる。あ、持てる上限あるのかな種類によって。いや、あのね、あの下のスロットだけか、あ、スロットだけっぽいよ。ああ。切り倒すの結構体力いる。あ、いや大丈夫だな、水やってたわ。これなんか植えてんの、これ上通っちゃダメとかあんの、わかんない、大丈夫じゃない、行ってみ。いやいやいや、あ、ジオードゲットしたよ。あ、俺初めて見つけたからジオード見つけました。鍛冶屋に砕いてもらいましょう、中に何かが入ってるかもしれません。何個かなかったっけ、うん、その中に多分キラさんのやつにあるでしょ確か。それどうせだったら全部持っていけばいいじゃん。キラさん、はい、お湯は砕けない。うん、でしょうね。これあれか、さすがにあれか、木と同じで砕けねえか。ただひたすらに岩砕けってこと、え、レベル上げろって多分そうだよね。え、死ねえな。え、だけど鶴橋の強化って書いてあるから多分違う、作るんじゃない、鍛冶屋かなんかでやんの。あー、あるかも、あるかも、あるかも。だからレベル1ぐらいは上がったけど歯が立たなそうだし、そんなないでしょ鶴橋振るいまくれとか。多分それはないと思う。なに、どんなこと、どんなもんだよそのゲーム、なんだそのゲーム。ファクトリオンだら全自動だよ。だけどありそうじゃないこのゲーム。ある、掘削とかするこのゲームで。スローライフだよ。いやほら、農業自動化で取るみたいな。自動化でって。スローライフで自動化はなんかな、違うような気が。だって多分このゲームってさ、スローライフっていうよりあれでしょ、なんか農業をしようみたいなやつでしょ。今んとこ農業してないよね。してるよ。あ、そっちはしてる。してるよ、乗れてない。これなんかね、ファクトリオンと同じでずっと開拓というか、あと、しかしてない。このゲームさ、無限なんだね。あの、アイテム。あの、耐久値とかないんだね。あ、やばいやばいやばい。それいいよね。さあ、確か、はい、HP がやばいから俺はもう行くよ。いいよ、俺さっき寝たばっかだ。ここにいたんか。ちょっと回復したらさ、俺あれちょっと見てみるわ、あのジオード。あ、そう、うん、やってやって。これ歩きでも減るよね多分。まあもうほんとね、まああれ以来死んでないけど、まあ怖いっすよ。まさか死ぬとは思わなかった。迷子なって家の前で死ぬ、そうそう、しかもうちの結構近場で死ぬ。そうバッチバチの近場で死ぬっていうね。夜になってきた。あ、午後7時か。お、ね、寝てもいいかもね、だったら。うん、これ切ったら帰る。うん、次の朝俺あれに行ってくるわ、あの買い物。これね、切ったら切ったでね、置いてるものがよくわかんなくて、まあまあまあ、上に行きゃうちに帰れるから。レレレテン、あ、レベルアップした、まあ、チェリーボムだって。何これ、何それ、物騒な。あ、これあれだ、だから、え、これ岩爆発させるんじゃないのこれで。チェリーボムってだから爆弾でしょぶっちゃけ。これ自動セーブなの、セーブ自分でできない。いや、なんかセーブずっとしてないでしょ。え、ないっぽいよセーブなんて。え、あんのこれセーブ。ゲーム終了あるよ。
なんかさ、井戸建てろ言ってるよ。ちょっと待ってね、セーブってどうするかわかんないから。まあまあ自動セーブはされてるけど、自動セーブだけなのかな。そうだよね、こういうのって絶対セーブあるよな。ありそうなもんだけど、もしかしたら自動セーブだけかも。ないか。あのほら、セーブして戻ってを禁止させるために。だけどセーブがないよ。あ、じゃあ自動セーブだけか。かも、かもね。ん？ディスティニータイプです。多分そうなのかな。いや、わかんない。ちょっとゲーム終了させてみていい？やばいかな。終了時セーブか。やばいかな。じゃあなんかおしっこの音がする。おしっこしますよ今。俺のこれ肥料っすから。ちょっと野菜にも塩分必要だから絶対いらない。まあそうだけどね。いや、塩分いらないっすよ野菜には絶対に。音がなんかリアルなんだわ。だってこれさ、遠くてもだって近くにいるような音じゃないですか。買いたくて体力減るわ。急に来たよこの人。やめろ。そう、あれ行ってきたの。あ、そうだ、忘れてたって。じゃあジオード持ってきますね。いいよ。ジオードでしたっけ。うん、なんかそんな感じ。あ、だじゃあ種もちょっと買ってきます。ほいほい。で、てか地方で割るところどこかわかんねえけど。まあまあ探索で。ださ、うちの周り荒れすぎでしょ。荒れてるよ。信じられんぐらいなんか。キラさん、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 何大根なってる。そういえばなんかそれ。あ、取れる取れる。あ、ポロネギだって。怪獣にそろそろやられるかもしれんし。なんかポロネギとかいっぱいあるよ。やばいやばい、死んじゃう。え、キラさん桜植えようぜ。桜、なんか桜の木めっちゃある。桜食えねえよ。桜食えなくても育てようぜ。これってさ、そういえばさ、宝箱にさずっと入れてて野菜って腐んのかな。なんかね、ロガさんの声がぶつ切れになってる。まだやばいか。もうまだ大丈夫でしょ。これなんか無限にやれそうな気がしてきた。普通に。あ、ケイさん今日ヴィンセントの誕生日。楽しい。今日ヴィンセントの誕生日らしい。そっちでイベント始まるとこっちも画面切り替わるからね。ケイさん。はい。EL やってない。定休日。あ、定休日か。そう、水曜日は定休日らしい。そんなのあんだ。ふざけんな。ブブブブどこだ。カジシって、カジシャってどこだ。カジシャがどこなんだろうな。ここか。なんか魔術屋みたいなところあるわ。なんだっけ、石がいっぱいあると、あと1000ゴールドあると井戸が作れるらしい。井戸が1000個ん。何何が1000個ん。何が1000個あるといいの。石。あ、石。え、てかキラさんキッチンあるよここに。なんかなんか のに放たれてるキッチンがある。なんか、ね、あ、これ、え、待って待って、見つけた見つけた見つけた。やばくなってると見た声が。皆さん、ジオードあったよ。え、あった。うん、ジオード砕ける場所あった。え、そうなんだ。え、自分で。あ、砕いてくれるとこか。あ、待って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 、ん、あー、やばいわ。キラさん金減る。いいよ、どんどんやって。いい、え、持ち物がいっぱいですって言われた。待って、持ち物がいっぱいですって言われた。持ち物がいっぱいです。あ、そういうことか。これさ、そうだ、そういうことか。岩が砕けるにつれてさ、あれなんだ、アイテム増えるの。そう、アイテムが増えるから。あとさ、これ何なんだろう。あの、俺さ、拾ったさ、野菜があんだけどさ、野菜とか花っぽいようなのがあんだけどさ、うん、
あのそれが星マークがついてる、ついてないのがある、あと星マークが同じやつなのに。これって何、鮮度みたいなの、それともレア度。ロガさんの声すげえ途切れてきたよ。あーキヨさん、あのさ今さあれ見れる、パーセン、あのあれ電波マークえ電波マークどんな感じ、スローライフだなこのゲーム。今ってさ電波マークどんな感じ、キラさんの、え、キラさんの電波マークどんな感じ今ね。ちょっと閉じてるから開けない。まあ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 、なんかやるところまでやろうじゃないか。鼻口がん、皆さん、ほいほい、どこに下、うん、さっき切って木を切ってたところ。これこれ見て、なにこれ、あれ一瞬出て消えたけどあれなにこれ吸い込まれたね吸い込まれたね見えはするけど吸い込まれる。手放せないアイテムじゃない。ああ、そういうこと、吸い込んだね。手放せない。じゃあ一応さ、あそこの中に入れとくから見といて、どんなものか。うん、な、何それ、特殊アイテム？え、なんか、うん、特殊っぽい。なんか、貯蔵しようとか言われたもん。あ、違う、あの、なんか、博物館？え、寄贈しようって書いてある。はあ。なんで寄贈しなきゃいけないの？売りてんだけど、そんなもん。博物館に寄贈できるようなものってさ結構高いじゃん絶対に。でもまあまあ、切り株ちょっと邪魔になってきたな。てか午後4時だ、やばいやばいやばい、午後4時だから早めにもう一回花崗岩。え、てかさ、そういえばさ、お食事所あるよ、なんかスタードロップっていう。ここで食事できんじゃないの、一回してもいいよ、効果試して。なんかさ、この俺ら移住してきて一回も飯食ってないから。あいつら全然飯食ってねえな、何やってるんだろうな石拾ってますねえ。鍵かかった、皆さん鍵かかった、もう敵もう、あでも午後5時だからな、田舎だっけ、午前9時から午後4時までって書いてある。全部の店舗そうかも、大体早いからね、田舎早いな、行かれてんぜ。もうちょっとこれ体力の回復早くしてくれ。あ、サム、昨晩の試合は見たか、そもそもお前の家にテレビはあったっけ。あ、なめんなお前、おい、俺斧持ってんだぞてめえ、おいおい、こっちは斧あんだぞ、なめちゃこも、マーニー鎌で、牧草を狩れば餌にできるわ。あ、牧草餌にできるらしいで。でもだから、あれじゃ動物を育てるってことでしょ。まあその前に聖地だね。だってその前に聖地。ベッドの中にいる時間の方が長いんだけど。これ体力回復が効率悪。じゃあ俺もちょっと切るか。うん、でもそっちはそれで進めて、こっちが石、いやほら、いやもう何もすることないから、あと今日だって定休日だったし、野菜が、なんか切ってる音がするわ。ゴキブリとか出てくんのかな、ちょっとずれると切れないんだよね。そうそう、切れない切れない。よく考えるとあんなにあった森を切り開くってどんだけすごいの。そうだね、あの、あとまず俺らって都会出身じゃないですか、都会出身のくせにこいつ木切るってことできるんだって、はい、もうね、順応する、順応しすぎじゃない。やっと池まで来たわ、この下ですよね、多分俺が遭難したもん。多分ね、うん、なんか見覚えがある。あ、暗くなってきたね、8時だ、
あー、この辺、この辺だな、俺が死んだのは。生前俺はここで死んだのか。周辺殺しも甚だしいです。皆さん、そういえばさ、あれだけは必ず拾っといて。何？あの、なんだっけ、木植えるためのやつ、種みたいな。あの、木植えるための種みたいのがあって、それは拾っといた方が絶対にいい。あの、ほら、あの、竹林場を作るために。暗、もう見えない。帰ろう。これってさ、空振りしててもさ、体力減ってる？でもね、今歩いてたら、結構遠くから歩いてたらちょっと減ってるから、あんまり遠くに行かない方がよろしい。俺寝ますね。俺寝るよ。わ、キラさん、うん、もう寝てる。あ、もう寝てた。あ、寝てた。やばいわ。あ、寝てるね。まあ、面白いね。確かに。敵っていう敵もいないし。え、だから敵っているんすかね、その前に。わかんないよ。あ、レベルアップした。レベルアップした。レベル3。あ、サバイバルバーガー。サバイバルバーガーってなんだよ。何これ。樹液？はい、樹液よく。採取器だって。あー、じゃあ普通の木から取るんだ。まあ、木なんていくらでもあるから大丈夫だ。いや、多分あれじゃん、竹林場作ってからじゃない。なくしたもの、は？お気に入りの斧をなくしちゃったんだ。もし見つけたら、なるはやで返してほしいんだ。あれがないと大事、仕事は大変だよ。誰でも見つけてくれた人には、お礼に200。ウエスト受領ってある。じゃあ、受領しよっか。これって2人で共有されてんのかね。共有されてんじゃないですか、さすがに。封鎖いてなかったら何ですかって話じゃないですか。スイッチ動画さんが放尿してる。これやめて。やばいよ、放尿すごいしてるよ。朝だからね。みんな飲みすぎちゃって。やめろ。いや、飲みすぎちゃって。このでっかいし邪魔だな、ほんと。邪魔っすよね。かすっただけでメッセージ出るんですよ。たまに横向くしな。ここら辺で死んだ気がする。おっと。何やってんの。え、漏れちった。そのネタはもうええよ。今松ぼっくり拾ってます。何かするためにあるかもしれないから、どんぐりとかね。だけど蝶々ね、普通に飛んでますよ。なんか草もねえところ。あれ、なんか今カエルみたいなのがいた。あ、そうそう、なんか横飛んでったよ。すごい素早さに逃げてきませんでした？うん、なんかスーって。さっき俺もいましたよ。俺を死に追いやった迷路を今。迷路。キヤさんだけなんだよな。それでも大きい。いや、もうだってあの状態で木を切って逃げるなんて無理だもんね。あ、体力減るし。だけどぶっちゃけねえ。あ、午前9時になったんで行ってきますね。樹液左下にあるんで取ってきてください。え、左下？そう、左下に樹液あるんで、もし暇だったら取ってください。今ね、暇じゃない。まあまあ、取れるとき取ってください。この今ね、自分の仇をやってる。仇？この迷路どもが
あ、キラさんちょっとさ、俺アイテム置いてくね。釣り竿とか。うんうん。これ画面見えないとずっと見えない。ロールだけ置いていくわ。じゃ、しようかな。よし、帰ろう。帰ろう、みんな。帰ろう。いいか。結構近場だった。畑が上にある。ちょっと行ってきます。いやー、水曜日が定休日なのね。覚えとかないとな。ちょっと寝てる間にトイレ行ってくる。あ、オッケーオッケー。本当に最高。あー、いるわ PL。 あー、じゃがいもの種。6日どうするの。追加でいくつか週んどうなんだろうな。まあまだだけ割って、行くか。なにこれ。なにこれ。あ、石か。よし、全回復してる。皆さん。はいはい、めいちゃんこレアっぽいの出た。何？なんかさっきあのジオなんちゃらのやつ割ったじゃないですか。うん、あ、まあそれほどどうでもいい。石炭とか石も出るんですよ。おう、あのマカ、あのマラカイトとか高そう。あとサンダーエッグって書いてありますね。だけどこれ博物館なんかギュンタが調べてくれるらしいっすね。寄付してくれたら、博物館に寄付してきますか。じゃあ、うん、なんか知らないところでいろんなことが進んでる。どこにあるかわかんないけど、初手からずっと同じことをしてます。ここか、博物館。キヤさん、博物館めちゃくちゃでかい。まったく最悪だ。ただ一つも展示品がないなんて。あの、どうしたんですか。おっと、おや、これは何か見つけたのかない。見せてくれないか。素晴らしい。これは非常に古いものだよ。こういうのは細かく詳しく調べるのが大好きなんだ。だがこれは君のものだしな。なあ、頼みたいことがあるんだ。新しい発掘品や、鉱物を見つけたらどうか寄付してもらえないか。もしかしたら何か素晴らしい発明ができるかもしれないぞ。ああ、それに君が寄付を続けてくれたら何か役に立つアイテムをあげられるかもしれない。どうだい、考えてみてくれないか。寄付する気になったら見つけたものをここまで持ってきてくれ。寄付していい、これも。なんかキラさん、これ寄付しちゃってもいいやつ。いいよいいよ。いや、寄付するわ。俺がずっとただ木を切ってるので喋ってるの聞こえるから。シュールだった。いい。多分さ、下の方に寄付してるって書いてない。本当だ。寄付したらなんか見れるとか言ってたけど。やべえな、もう体力なくなってる。ちてしゅてしゅ。
あ、こいつうぜえな。なんだこいつ。宝物何も一つ持ってないじゃないか。発掘してきたらどうだいって言われた。うざいんだけど。発掘って洞窟かなんかに？そう、多分。洞窟近くに1個あったけど別に何もなかったもんね。それは知らないけど俺。あ、あれおじいちゃん？おじいちゃんのとこの横に洞窟が。え、あれ開いてないじゃん。え、中入れたよ。え、あ、中入れたとこありました？入れて。あれもしかして松明置いたらどうにかなんのかな。あ、そういうこと？わかんないわかんない。中入ってあれ鶴橋振るったけど別に何もならなかったから。あーね、宝石じゃないのかまだ何もないのか松明してないからなのか。ほんとだ、金ごっそりなくなってる。あ、買ったよ。もういい。あの何がいいかなと思ったんだけど、やっぱ最初はあの人参が、人参っていうかバニー、あのなんだっけ、パーニッパルみたいな名前のやつの方がいいかなと思って。なんだろう、まあまあ少しずつやっていこうぜ。うん、ロガサの野菜を売ってどんどん成長もしてるから。成長結構されてるとね。この区画が俺らの領土ってことがね。そうっすね。だからここを手を広げていく。農場って言ってるぐらいだから農場か。もうなんか他のマップにつながるところを柵で覆えばいいんじゃん。侵入を許さないぐらい防衛線みたいな。もう夜の7時8時になるか。あ、そうっすね。俺そこそこ、ただ暗くなったら作業できないんだよな。あー、まあね、見えなくなって結構見えなくなりますもんね。そうそう、今ね寝起きだから買ってるけど。まあ夜は無理だよね、暗いもん。そうっすね、さすがに夜はね、やっぱり作業しづらいね、見えないから。うん、そこまで夜中までやってないけどなかなか見えないぐらい暗かったし、うん、で8時だよ、もう今9時ですけど結構暗いですもんね。もうそろそろかな。あと作業してるともう体力減ってくからね、ガンガンに。こんなもんかな。だいぶでっかい石がなんかしてるし、このやつ。皆さん、あのさ、食料っていうか飲み物みたいなのゲットしてるんだけど、俺釣りで。皆さん、ちょっと皆さん、もし帰ってくるんだったらちょっと、はい、あのあそこ来て、宝物のところ。宝物じゃねえや、今後ろ追ってる。あのさ、ちょっとさ、結構暗い、と入れるんだけど、うん、このさ見て、今一番下に入れてるけど、なんだこれ。あのなんかさ、あのジョジャコーラっていう、ゴミって書いてある。なんか飲める、ゴミって書いてある。え、だけどプラスエナジーがプラス13で HP がプラス5になる。あ、これもしかして飲んだ後ゴミなのかね、多分。でさっき釣りしてたらマジのただのゴミ出てきた。ふやけた新聞紙とかゴミ、流木とか。あ、11時頃はもう無理なんだね、暗さ的に。やめろこれってさ、人に当てたらさどうなるんだろうと思ってたけど、なんもないんだなんもなさそうだった。あれ釣りレベル上がんねえかな今日釣りしたぞだいぶあー上がんなかったわ。これ生半かな、あれじゃ上がらない。なんか、あ、いやさ、なんか寄付したらさ、なんか250円もらえた。エッグフェスティバルだって。なんかおはよう、ロガさん、ねえ、この犬見て。エッグフェスティバル見逃す。どうした、なんかすっげー犬吠えてるぞ、すっげー犬吠えてるぞ。
すっげー犬吠えてるぞ。あなたの牧場の入り口です。座ってたのを見つけたの。飼い主はいないと思うわ。かわいそうにね。え、じゃあ拾いますよ。うち犬かわい飼うんで。で、この子この子ここが気に入ったんじゃないかな。だから牧場でこの犬をさ世話してあげてくれない。あ、え、いいっすよね犬。キャさん、え、俺は木を切ってる。はい、犬どうした。犬飼ってもいいっすよね。あ、いいよ全然。はい、犬大好き。名前何にします。え、いや、お任せする。名前じゃあ何にしようかな。キラにするか。もうなんか被ってるえ、何にしようかな。ヨギボにするか。中二みたいな名前や。まあまあまあ、何でもいい。ヨギボ、あれ、なんか打ててない。で、キラさん、はい、なんか変な名前だった。何、え、なんかよかったね。あー、バラ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 、てててててん、ち、ちゃんといい子にしてるんだよ。わかったね、これ名前変えられない。よからぬことしたの。え、違くて、キラさん、これさ、はい、え、ローマ字できなかったっぽいぞ。なんか全然何も表記が出なかった。犬どこ行った。犬ちょっとさすがに名前変えたい。さすがに名前が変えたい。頼む。あ、犬いたわ。お前、体力ない。え、お前ちょっと待って。お前ちょっと犬の名前変えたいんだけど。ちょっと足りんかな。こいつ何すればいいんだろう。装飾品としてポピュラーな石、緑の、うん、すごい。ええー、キャさん、ゴミといえばどうする。これゴミ捨てる。え、何が。ゴミってあるんだけどさ、これって捨てていいかな。あ、いいよいいよ。なんかふやけた新聞紙とかゴミとか。あ、いらないいらない、捨てていい。これ後々なんか欲しくなるとかないよね。とりあえずこのエリアはね、全部切ったっぽい。オッケー。じゃあちょっと捨てるね。このエリアに切りに行くか。僕のエリア切ってもいいのかね。遊牧も捨てます。っていうか、なんか育てた方がいいのかな。あ、違う、今ね、一応さ、前に育てたやつあるじゃないですか。うん、それを回収し終わったら自分今種植えようかなと思ってるんですよ。あ、まあ、つか、ここはそっちに任せる。こっちはちょっと探索か。ほ、待って、ジオードさ、さっき割ったばっかなのにもう増えてんだけど。なんかね、遠くに今行ったらさ、死にそうなんだよね。なんで。ああ、そういうことね。だって遠くに行って木切ってたら死ぬよ。え、てか遠くってどこまで木切りに行ってんすか。まあ、マットもそもそも見てないしね。体力回復も遅いし、隣の町に行ってうろうろ。あ、まあ明日あれでしょ、パーティーでしょ。パーティー、なんかフェスティバルやるんじゃなかったっけ。あ、そんな書いてありましたっけ。あったあった。あ、じゃあフェスティバルだけどやるんだ。イックパーティーだっけ。イックパーティー、なんか手紙入ってたよ。あ、そんな、そんなのあったんだ。見てなかった。見逃す手はないぞって言ってた。あ、じゃあ行かないとまずいやつなんすね。そうそうそう、明日も明日なの。ん、だって何日って言ってました。 12?13? 普通に明日って言ってたよ。いや、なんか俺犬のイベントあったからさ、全然知らない。あ、疲れ切って寝てたらまだ昼だった。じゃあちょっと俺金稼ぎ行ってきますわ。
あ、ちょっと待って、金稼ぎ行くのになんでこんな死神牧場ってでもこれ以外別になさそうだな。裏の森ってあるな。あ、本当だ。初めて会った時はあなたのおじいちゃんの小屋をバカにしてごめんなさい。とってもいい家だね。だよね、バカ、もうこいつ絶対バカにしてるのよ。でもいつか暮らしてるうちに家を狭く感じるようになったらその時は私に相談してね。素材を用意して、料金を払ってくれたらあなたの家を広く改築してあげる。だけど今もうぶっちゃけ狭いっすよね。別にこれでいいんじゃない。1回目の改築でキッチンをつけられるよって書いてあるからキッチンこいつに頼まないと作れないっぽいっすね。本当だ、素振りしただけで体力減るわ。あ、やっぱそうなんだ。じゃあやめた方がいいな、素振りは。あ、キヤさんジョジョコーラ飲んでね、もしエナジー必要だったら。いや大丈夫大丈夫。ちょっとね、裏の山ってところを探索しに来ました。お、マジ？そうだった？どうなんだ、切れるのかな。切れないな。切れないな。あー、これやっぱ自分の領地じゃないと切れないのかな。あ、やっぱ領地じゃないとダメなんだ。切れた。木だけは切れる。ん、今後のために木だけは切っとくか。これいいのかね。ジョージはいつもあのテレビの前でしてあ、てか待って、その日ってさみんな来るってことじゃないの、わかんないけど。あ、じゃあその日にさ全員に話しかけないとダメだ。なんか毎日引きこもってるやつがいるらしい。なんかね、今午後3時30分だから明日に備えてって感じだね。今俺は金稼ぎの旅に出てる。なんかね、あ、抜けた。で、ここは町か。これはどこなの？大工作業場って書いてある。これなんで、体力に気をつけなきゃなんないゲームだな体力にね、気をつけないといけないゲームだから。うん、街の中の木も切れるっぽいね。え、嘘、切れなかったよ俺。俺切ってる。嘘切り倒したよ。ね、これ見づらかったから切っちゃってる。体力だよね。いやもうね、一回遭難してるから慎重になりますよ。結構遠くなったの。ほんと怖いよな。ほんと怖いよね。午後5時でなんか言うわ。あ、これか、ペリカンタウンって。そう、ペリカンタウン。入るのもな、入ってみて。体力もう半分減ってんだからペリカンタウンなんか怖いんですけど。あ、そうだから、なんかホラーチックだよねっていう。まあここまだ来なくてもいいよね多分。うん、多分来なくてもいいかなって感じかな。まだちょっとよく分かってないし。なんかだけどクエストは出てるんですよ、もうネズミ退治をしようみたいな。あのびっくりマーク押してみてください。あ、これえ軽いの。おおおお、なになに、取れないんだ、取れないんだが、取れないんだが、取れない、相手に行ったんだ、しかして取れなかった。慎重に探索を重ねてます慎重に探索を重ねてます。公園とかを慎重に探索する。登れない、登れない。もう7時だわ。そうっすね。いや、だけど明日は何時になったんですか、明日は。ちょっと待って。明日何時集合？結構、ちょっと迷子っぽいな、ここ。ただ、我が領地はちゃんと刈り取ってるので大丈夫なはず。もう暗くなってる。どこにいる？え、どこにいる？俺しか？俺のアイコンがない。近くってことだよね。あ、ん？ああ、ここだ。おばさん大丈夫そっか。
海にいる今。あの釣りしてる。なんか、ま、ポロネギってやつを取ったよ。あ、そうそうそう、あのいっぱいあるよ。いっぱいっていうか、あの多分アイテムボックスにない。うん、なんか入ってた。そう、あの町中に落ちてるんですよ。なんかこれまだ野菜の収穫時期って大丈夫なのこれ。え、なんかね、いやまだまだのはずですよ。そう、なんか野菜黒いけど。嘘。いや今ね夜だからかもしれない。え、嘘でしょ。もう9時だよ。あ、9時だな。戻ります戻ります。ちょ、魚売れなかったからちょっとあの入れるわ。あそこに入れられないかな、野菜ボックス。明日ほらイベントらしいからね。あ、そうだね、夜更かしするとね、お肌に悪いから。なんかあとこの辺全部採掘したから。結構拾えましたよ、なんかやたらと。今度からちょっと探索にでも行きますか。え、カキ、ザルガイ、アサリ、イワシ。あ、イワシなんかね、エナジープラス18らしいよ。あ、魚系ね。そう、生で食うの。そう、生で食うっぽいぞ。ほんとかよ。料理スキルあるけど台所がない。これ売っていい？もうじゃあ売っていいよ。売りますね。フェスティバルに売れないの。売れないか。売れないからもう一回全部しまっときましたもん。フェスティバル終わったら今回はここまでしますか。ね、これどうもロビンだよ。あなたの牧場にはたくさん石が散らばって いるよね。すごい。もしお金に余裕があったらそれを使って井戸を建てることを考えてみたら。井戸は、あ、これキラさんに来たやつだな。牧場のどこにでも建てられてるし、ね、建てれればそこにいつでも上路に水を汲めるんだ。その気になったら75個の石と1000G 持ってうちの店まで来てみて。え、ロビン殺すぞって感じ。ね、取るな。まあ、井戸っすからね。お、寝た寝た。あ、レベルアップした、釣り竿。釣り竿スキルプラス1。収支どう？なんか出たね。あ、釣り407円か。祭りには心もとない資金です。そう、祭り、ちょっと。ちょっと、あ、でも1000になってる。朝6。さて、パーティー会場に行くか。明日、町の、え、明日って書かれてるよ。え、俺。明日、町の広場で、エッグフェスティバルが開かれる。参加したければ、午前9時から午後2時の間に来てくれ。年に一度のエッグハンド、え、なんか走ってきた、え、誰？なんかこいつの名前さん見た？どうやって見んのこれ。わかんない、どうやって見るかがわかんないもん。あー、わら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 ちゃんにやった。違う違う、やめて。あーって書いてある。え、どうやってこ見れた？え、どうやって見た？どうやって見た？あーってなんだよ。どうやって見た？え、どうやって見た？これどうやってしまうんだよ。これ、え、てかどうやって見た？これ井戸じゃないよね。違う、キラさん、どうやって見たって。どうやって見たの？え、普通にね、あれ？これじゃ出ないんだ。え？俺どうやって見たの？どうやって見たの？あ、ね、丸ボタン。丸はな、いつも何するボタンなの？死神牧場。でもね、これ自分のところでやっても犬は出ないんだな、やっぱ。あ、出る出る。どうも。何捨てようとしてんの？の。あー、わら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 ってなってるわ。え、今日じゃないの、フェス。俺昨日来たけど、その 手紙。今日行ってみる？犬の声すごいするけど。ちょっと10時になったら見に行くか、フェスやってる。え、あれ何時だっけ。あ、いや、なんか俺だけ省かれてないじゃん。一日ずれてんだけど。そう、俺だけ省かれてんだけ ど。俺だけ省かれてんだ、これ。おかしいだろ。いや、一切ログは見れないよね。待って、キラさん収穫したい、一旦。もういいよ。あ、ちょっとさ、ま、っとキラさんまださ、今日だとしてもあと1時間ある。スタミナあるっしょ。あの、クワとさ、
クワ使ってさ植えたいからさ、ちょっとクワ、え、これ抜いていいの？あの、抜いて抜いて抜いて、どうやって抜、あ、抜いた、クリッククリック、抜くのは体力減らないんだ。で、ここにしまって、あ、いったいった。で、キラさん、今ジョウロ持ってますか？あるよ。ジョウロ持ってるんだったらちょっと待ってくださいね。あと20分であと20分あと20分あと10分だよ。あと10分わかんないよ、今日か今日じゃないかもしれない。だから2時までって言ってましたよただすぐだよ、もう10時ちょっと見に行ってみる。ちょっと行ってみて、やってるかどうかだけ見てきて。どこでやってんの、そもそも。あの町の広場だと思う、多分。どこだ、町の広場って。どこ、あれ薬剤師とか いっぱいいた場所。あ、ここか、ちょっと先かな。自転車ぐらい欲しいわ。どう、いる？え、他のプレイヤーを待ってますってなってる。やっぱイベントっぽい。ちょっと待ってよ、ちょっと待って、ちょっと待ってて、ジョーロで今やってるから、ちょっと待って、早く来て。ちょっと待って、もう11時だよ。待って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 、もうだってものの何分で2時超えるよ。待って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 、イベントだやっぱこれ。動画さんはぶられたんだ。俺はぶられてんじゃん、全く。おい、俺むす、おい、むすけていかないぞ、俺だったら。はぶかれてんだったら。いるね。だってもうすぐ12時になるよ。もう間に合わんよ。あと、だって12時になったら2時間しかないよ。あ、もうじゃあ行くか。もう行った方が早い。もうだって12時になるもん。なんでそれ持ってんだよ。いや、からプレゼントしようかと、なんか祭りで。やっぱイベントやってんじゃん。イベントだ。あ、キラさん、なんかさ、やっぱりいっぱい売ってるわ。彼もらってた方がよかったな。あ、あとキラさん、めんどくさいかもしんないけど、いっぱい話しかけて、全員に。あ、了解。今のうちに全員話しかけておかないと、多分ね、いない、こいつら。ガス。あー、はいはいはい。フルーツチンポ？作ってるのはダメなのか。ビリー、あ、はいはいはい、こいつは喋れないのか。誰？あ、喋れた。みんなエッグハンドの準備ができたと思うかね。もう少し待って、もう少し待って。あの、キラさん絶対話しかけないで、市長に。え、誰？え、右の、市長どれ？俺の右の、あの男の人。どこ？俺の右、ここ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 で、これね、全員話しこないと、確か誰かがあれなんだよ、引きこもりって言われてたんだよ。あ、子供たちはこの祭りをずっと前から楽しみにしてたのよ。マル、こうやってみんなで集まるのがいつも楽しいの。こうしていると谷のみんなが一つになってる感じがするから。なんだこいつ、好きさ。フラワーダンスもやるらしい。フラワーダンス、女たちでしょ、絶対やるの。足が悪くても町の祭りごとには欠けさず参加するさ。ねえねえ、一人だけハブられてるやついるよ。何こいつ。わしと話したい人なんて誰も言いやしないよ。今日はただデビル、ん？で、ん？デビルドエッグを食べに来ただけさ。え、こいつぼっちらしいで。なんか原始人っぽいような服着てる。どこにいるんだ。え、
あのさっきさショップがあった場所、この外側はいないよね誰も。多分いないんじゃないかな。多分ここ限定でしょ言うの。来てるっぽいな。ここのさ、ここにここの人、この人以外は話してない。この人この人この人さ、めっちゃさ、だけど一回話しかければみんなあと話しかけてもないっぽいぞ。これには話しかけてないけどいいの？村長、村長は後の方がいい絶対的な。もう全員話した。え、待って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 、話したよな。ちょっと待った、この辺話したよな。怖い。あのね、あの話マークが出たら全員話し、あのそいつ話しかけてないだけ。この人話してなかった。移動してるのか。そう移動してる、めっちゃ歩いてる。怖。え、いないよな他。あ、いないよな。え、キヤさん、はい、あのさ、ここで今見れないのか、あの残り何人っていうのが見えたんよ、あのびっくりマークのどこ押すと。多分全員話しかけたっしょこれで。大丈夫大丈夫、キヤさん見てよ。見てる見てるよし、やるか、エッグパーティー、はい、始めよう。これ何すんだろう。FPS。 FPS？ え、さあいよいよ今日のお待ちかね。え、年に一度の春のエッグハントだ。あ、年にか年ちゃう。まあ子供たち落ち着いて。子供たち何したの今、投げたの。もうこのエネルギーは卵を見つけるのにとっておきなさい。あ、豪華商品あるってよ。うん、狙おうぜ狙おうぜ。何すんのこれって。それではみんな準備はいいかな。え、他のプレイヤー待ってるらしいよ。え、どこに卵がある。あと、え、もうお前貴様動いてるな。どうすんのこれ、どうすんのこれ。え、どこに卵があるの。あ、あった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 。え、どこ、こういうところ、ほらこういうところこういうところ。あれか、どうやってどうやって取んのあれ。あ、下にもある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 。ここ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 、黄色いの黄色いの、女の子に取られる。あ、邪魔だ。あ、これか、取った、うん、取れ取れ取れ、いっぱい取れいっぱい取れ、いっぱい取った方が勝ちだこれ。いい子取った。お、いっぱいある、あるあるある、3個取った、いっぱいある、いっぱいある、今4個4個4個よく取った。これ今日、あ、これあれか、共有、これ5個取った。6個取った。え、え、終わった。みんな何個取ってる、意外と早い。え、これ何個取ってるこれみんな。え、優勝してない、もしかして俺ら。いやー、たくさん集まったな。ゴミ拾いもこれくらい熱心にやってくれたら、ここもジェムか、ジェムってことはあれ、え、宝石、いや名前だけでしょ。あー、そういうことかな。え、どういうこと、優勝は誰、誰。あ、俺ららしい。これは2人なんだ、ロガとキラ。キラとロガになってるけど、こっちはこっちは商品だ、これは商品だ。あ、違う、受け取ってくれ。何受け取った、麦わら帽子受け取った俺は。え、あ、俺見てなかった。え、ちょ、見とけ。え、画面右下出たやつ、左下か、左下左下、暗っ。ここは俺らのうち？あ、キラさんキラさん、右上クリック。はい、何何？右上クリックして。どういうこと？右上クリックって。右上のびっくりマーク。え、どうやってクリックすんの？普通にクリック、あのカーソル合わせて。カーソル、カーソル合わせられないけど。え、カーソル合わせられるはず。マウスか、あ、マウスだ。できた。で、友達の作り方になってない今。え、何？え、もう、
え、何人とかっていうかもう友達の作り方になってないですか。え、発展とか書いてあるけど。ん、違う違う違う、もう発展以外にありません。ロビンの落とし物、ネズミ退治、初めの一歩、自己紹介。え、じゃあ自己紹介終わってないかも、キラさん。まあこっから動いてないからね。初めの一歩はクリア。自己紹介はニュー。な、何になってます。挨拶した人28分の27。あれだよ、村長に話してないもん。ああ、そういうことか。村長は多分いるから大丈夫でしょ。じゃあキラさん村長それは何してんの。え、なんか分かんない、ずっと持ってる。ああキラさん、じゃあちょっとさ寝てさ、あれだけしたい。あ、本当だ、あれがあるわ。何ある？麦わら帽子だ。寝ましょう一旦。入れないんだけど。ね、俺ずっとあれかかし持ってる状態だって。なるほどね。お、なんか出たよ。あれっすよ、農業っすよ、農業。1年目春。これ何年目まであんのかな。わかんない。何年目までもいけるんじゃないですか。いけるのかな。あ、ちょうどいい、キラさん今。てかさ、麦わら帽子ってさ、これ、あ、見て。どうやってかぶんの。え、あの、あ、こっちか。そう、開いて麦わら帽子かぶる。違うな。ソーシャル、違うな。持ち物、あ、これか。なんか今ブーンみたいなの聞こえなかった。うん、あ、キラさんちょっとさ、じゃあキラさんにやってほしいことがあります。雨降ってて麦わら帽子って。はい、ここに入ってる場にあの、種取ってください。種、種、パースニップの種。そう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 、取った、取りました。を端から植えてってください。これか、植えたの。あの、俺こっから植えるんで、こっから手慣れてるよどんだけやってたんだ。あ、俺なくなった。ここ、ここ、キラさん、ここに。なくなった？うん、なくなったから俺、ここに植えちゃってください。大量生、あ、終わった。これで大量生産。あと、じょうろで、うん、あの、やればいいんですけど、今日雨降ってるから大丈夫です。うん、そうなんだ。で、ここに。かかしの範囲ってどんぐらいなんだろうね。わかんない。だからここに置いた。一応。いいな。もうさ、うん、粘土はさ何に使うんだ。ん、釜とか焼くんじゃない、作るんじゃない。そういうことか。だってどっか開拓しに行くんだよな多分。行ってみる。あ、てか今日はこんぐらい食それか。うん、そう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 、余分なあの草だけ切っとくわ。ここ何これ。多分新しく作るんじゃないこれ。あーね、だけど結構ね一応成長できたから。ここで記念写真だよ記念写真いいあ、てかさ、これをさあれにすればいいじゃん。何、え、キラさんのサムネにすればいいじゃん、なんか作るんだとしたら。はい、というわけでじゃあご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。一応よくツイッターフォロー、コメント、あと高評価お願いします。あとお願いします、死神ルダンっていうキラさんのチャンネルもお願いします。お願いします。ありがとうございます。ではお疲れ様です。バイバーイ。お疲れ様です。バイバーイ。